はーいお疲れ様です元つですすす言論プラットフォームの方の方チャンネルになります今回のお話もなんですけどコラボ問題に関するお話なんですけど今回のお話は東京都さんがですねひ、えー、もそらしに訴えられて急にノリを剥がし始めたっていうことで控え字だった部分をねやっぱ見せますみたいなね動きを取ってるらしいんですよね。 えなんで <laughs> どうしても見せられないからダメって言って見せてくれなかったのに、訴えられたら急にちょっとずつ剥がしていきますからねって。 はぁ、あ、みたいなね、ことをやってるみたいなんで、まあ、それがね、今話題になってるんで、それつけについてね、見ていこうかなと思います。でね、その、あの、糊貼ってる理由とかも、一部公開とかも暇らししてくれてるんですけど、その理由がまたやばすぎるんですよね。なんじゃその理由っていうような内容なんで、まあ、ちょっと見ていこうかなと思います。元つのチャンネルでは、時事ニュース系のことをあらしていきますので、いいねと思ったらぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、ま、あ今ですね、暇らしといえば、 東京都に対して住民訴訟を行っていて、3月13日、き、まあ、昨日ですね、11時から、 まこんな感じで、ひまずら氏の意見陳述がね、東京地裁103号法廷で行われているという、そんな日だったんですけど、その日にですね、ひまずら氏、こんなツイートをしてるんですよ、え午後4時ごろなんですけど、速報、東京都庁、訴えられただけで、ノリを一部剥がすって、え訴えられてからすぐにノり、まあ、控え児な部分をちょっと見せ回すみたいな行動をとってるらしいですよね。どういうことってゆり子そこでジャンプしろまだ剥がせ

もっと見せろよ、公文書って言ってね、ひまぞらしは言ってるんですけど、どういうことかっていうのを順を追って説明しようと思うんですけど、今ね、ひまぞらしいろんな訴訟の話だとか、情報が目まぐるしく流れてるんで、ひまぞらしのツイートからね、ちょっと元光も100%これって自信がない部分もあるんでね、まあおかしいと思われた方はぜひ指摘してほしいんですけど、えー、こんな感じでね、ひまぞらしい、えー、ちょっと前、さっきのツイートの2時間前くらいにツイートしてたんですよ、東京都の答弁書来たんだけど、これ説 文内つ書いてないっていうことでひまずらしのもとに東京都からの答弁書が来てたみたいなんですよねんでもねひまずらし今あの東京都に対して、えー、こちら住民訴訟とかを行ってるわけだから答弁書ってこれ何の答弁書っていうことになるんですけど今ひまずらしってあの東京都、まあ、小池百合子知事に対して訴訟2つ行ってるわけなんですよね1つ目は本光が前回もお話した住民訴訟これは1月に出た住民監査請 請求の結果に対しておかしいだろう。っていうような内容の住民訴訟うん。まあ訴訟なんですよね。で、えー、もう一つあるんですよ。<laughs> 小池知事に対して訴訟してるのが、えー、こちらなんですけど、あのー、今？ 東京都が、まあ、公文書の、ねえー、開示請求をしてもいろいろと黒塗りで出されて全然公開してくれねえじゃねえかということでひまずらしい、非開示処分について取り消しをしているというようなそんな訴訟があるんですよね。まあ、要するにあの黒塗りやめてちゃんと見せろよというようなそんな訴訟をしているということで。 おそらく今回の答弁書っていうのはこっちの答弁書が返ってきたんじゃねえのかって元光は思ってるんですけどえこんな感じでね答弁書来たってでねその後チラ見せするとどこにしようかなーって悩むなーってまあ暇らしこういう資料が来たらちょっとチラって見せたりだとかみんなが面白く思えるような感じでねちょっとずつ出したりしてくれてるたりするんですよねでチラ見せしたいなーっていうこと悩んでるこれコラボの思想が東京都に乗り移ってるとしか思えないんだがーっていうことで絶対見る限り コラボ弁護団の言い分みたいなことが書いてあるみたいなんですよね。まあ要するにわけわかんないこと、多分理由で書いてたりするんだと思うんですけど、で、その内容の一部がこれっていうことだと思うんですけど、速報、東京都庁、訴えられただけでノリを一部剥がすっていうことで、こんな文書があるみたいなんですよね。えー、第6の補足っていうところに、被告は、まあ、あの東京都の小池知事は、本件非開示決定において、一部開示とした公文書のうち、 に記載のものもにについいてて別途原告に開示するることを予定しているっていうことでこれからねもうちょっと開示しようと思ってたんだよみたいなことをね書かれてるんですよ補足で <laughs> どういうことって今まで見せてくれ,ねくれないって言ってたものを急に見せるよって言い,言い出したらしいんですよでその一覧がこれなんですけど別紙にね別途開示を予定している公文書についてということで定刊だとか決算報告書の第7期だとかまあいろいろ今までちょっと見せれなかったよっ っていうのを見せますよって言い始めたんですよはぁ、あ、って <laughs> いやいや簡単にそんなんで見せれるんだったら今までなんで隠してたのってなりますよねこれむちゃくちゃだよねまさにひまそらしが言ってる通り訴えられたからまあしゃ話出しますよみたいに感じちゃいますけどね <laughs> なんで最初から開示しなかったのってなっちゃいますからね。まあ、こちら、いいね、させていただきますね。ほんとそうで。でね、さらに、めちゃめちゃびっくりする内容がこちらなんですけど、ひまざらしは他にもね、一例だっていうことで、文章の一部を公開してくれてるんですよ。えー、不動産契約書を業者名だけでなく、全部黒塗りにしたく、黒塗り、黒塗りでも黒塗りね、黒塗りにした理由ということで、契約書に書いてある業者名だけ隠せば、そのプライバシー とか個人情報とか守られるはずなのに、なぜかまあ、それをね。全部黒塗りにしてたのはなんでなんだっていう。そういう理由のところにこう書いてたらしいんですよ。不動産の賃貸借契約書は？ 契約条項の具体的内容のみならず契約者の構成デザイン等にもそれを作成した不動産業者の個性が反映されるものであるたとえ物件を特定する情報や賃料使用条件などの具体的な契約条項を除いたとしても契約書の様式から不動産業者を特定することは可能であるだからもう全部黒塗りにしたんだよってそんな理由 を言ってくるんんですよよもう意味わかんないよねびっくりじゃないですか業者名だけ隠せばいいところを、まあ、そのなんかあの契約書のね構成とかデザインとかのせいでその不動産業者って特定されるっしょ、まあ、そうなったら結果その業者名がバレてんのと一緒だから私たち開示してないんですって言ってるですよちょっと待ってよ これめちゃめちちゃゃびっくりしたんですけどここの理由これが理由で個人情報やプライバシーのこととかも考えたりしたら、えー、業者だけではなく契約書全部黒塗りにしないといけねえってなるんだったらほぼほぼの文書とかがもうなんかその個人情報とかプライバシーとか特定の人に不利益が出る内容だっていう理由になりそうですけどねもうむちゃくちゃだよマジで。 ほんとね、まあ、だからこそさっき言ってたねひばずらしの、えー、東京都にあのコラボの思想が乗り移ってるって何となくそんな感じで言ってる意味わかるんですよねこれだけでもこの一例でもマジやばいと本光思いましたこんな理由で控え室にしてんの 本来はあって言って怒んないといけないところなのにもう呆れちゃうよねこの理由よく書いてこれるなこちらいいねさせていただきますねまあこの理由とかえまあその控え児を急にバラし始めたことっていうのにねまあいろんな意見があるんですけどマジか仮にもう不動産のプロの自分でも無理だわーって俺も不動産側の人間だけどこれは理解できねえぞって言ってて先方の弁護士さんは能力が高すぎて当たり前にこん こんなことができるんやなさすがよ <laughs> っていう こんな無茶苦茶な理由で非開示にできちゃうんだねってこちらをいい例させていただきますねとかあと不動産業者さえも開示されて困るということなのかこの考え方でいくと委託事業の相手先は事業内容取引先全てブラックボックスが望ましいってところになってまうねってなんでこんなことも公開できねえんだよもう普通だったら業者さえも教えてもいいと思うのにこんな理由で全部非開示なのかってね住民監査の意味ないやんふざけとるまともな思考なら公金 使わなきゃええやんっていうことにしかならんぞってもうそんなに公開するの嫌なら公金なんで使うなよっていうねそんな意見ですよねこちらもいい例させていただきますねいやマジでそうだよこの理由むちゃくちゃすぎるで他にこれこそ開示の合理性問われるよなって一度非開示の決定をしたものを訴えられたら開示なんて本当に開示できない文書ならば絶対やったらダメだろーっていうことでまあこれは最初の方だよねこっちの文書の方の意見だけど急に開示し始めてで まあ元々は開示できませんっていう理由があったはずなのにそれ簡単になんか急に見せ回すみたいになってんでしょ これ一貫性なさすぎるよね。ほんと、東京都。こちら、ヒーレーさせていただきますね。とか、あと、ここまででたらめだと、ノリを張って時間稼いで書類を修正。修正済み書類のノリを剥がした可能性まで疑っちゃいますね。って。私が裁判官なら都庁への心証は悪くなります。って。それはね、今まで開示できませんって言ってたものを、裁判始まる、そんな流れになったら、急に見せますって言い始めたんであれば、なんか修正かけたんじゃねえのかって疑われるのも、それ おかかしくはないかないいと思いますけどねだって怪しすぎでしょこの動き。<laughs> こちらいいねさせていただきますね。とか、えー、視聴率が一番大事なメディアは何でこんな面白いことをしてるやろって <laughs> いやほんとそうだよね。この東京都の言い分だとかやり取りだとかむちゃくちゃ面白いんですけどね。 <laughs> 一つのストーリーとしてね、なんか、アニメかなんかにもできちゃうぐらい面白いことなのに、なんでメディアは放置してんだろうっていうことですよね。全然報道しないから、この件について。こちらもいいね、させていただきますね。とか、あと、それはそれでやっぱ問題なのである。態度も仕組みもだっていうことで、後から公開しますって。はい、じゃあそれで OK とはならないんですよ。それはそれで問題なんですよね。なんで急に開示してきたのって。もう本当に。 やばい動きなんですけど、東京都。態度も仕組みもだーっていうことでね、まあみんな東京都への不信感というか、ふざけんなーっていう声がすごく上がってましたね。こちらもいいでさせていただきますね。まあ、ということで、今回は東京都さ、訴訟されて急にあ開示し始めちゃうと、公文書開示し始めちゃうっていう、そんな話でした。あとで、まあなんか理由もむちゃくちゃだったしね。まあこの件に関して、あの、いろいろ突っ込みましたけど、ひまずら市は同時にね、えー、まあこちら、住民、 訴訟も行っているわけなんでこちらの話もいろいろ進んでるみたいなんでもとみつねまたこの他の動画でね、えー、その件についてもお話していこうかなと思いますということで今回の動画は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元とのチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました